フランスの老舗メディア、リキップ、レキップの表紙ドジャースの大谷翔平投手が、フランスの老舗メディア、L、エキップ、レキップの表紙を飾った。野球がメジャーとは言えない国での異例の抜擢に、ファンも驚きを隠せない。掲載された打者姿の大谷は力強くバットを構え、赤文字で、翔と記されている。他競技に混じって数ページにわたって取り上げられているようだ。2018年の渡米後、2度の満票 MVP を獲得するなど二刀流として躍動している大谷の知名度は世界中で上がり続けている。ファンも正真正銘アメージング、これはすごすぎるって、まさに野球界の新たな一歩だな、あのフランスで。フランスでは野球はメジャーではないから余計に凄さがわかる大谷さんの存在自体が野球マイナー国への普及になると感心していた。フルカウント編集部、